戦士ゼロっていいます。犯罪ゼロ、環境破壊ゼロ、公共マナー違反ゼロ、この3つのゼロのために日夜パトロールをしています。そして僕の横にいるのがアベノ。アベノは頭に桃の花、かっこ黒花の飾りをつけた妖精で、性別はないんだ。いつもニコニコスマイルでみんなを見守っていて、洋服をいっぱい持ってるんだ。さあアベノ、みんなと挨拶をしよう。わかったもんゼロス。みんなこんにちは、アベノンだの。そうそう、今日は他のお友達も来てるんだ。すごい豪華だの。もう時間だから来ててもいいんだけど。どうしたんだろう。本日は誘拐日和、本日は誘拐日和。なんだこの声は。本日は誘拐日和なり。本日はこれってどんな天気なんですか。もちろん今日みたいな天気だ。そんなことしてる場合じゃない。ああ、そうでした。ワッホン、いいか人間どもよ、私が自己紹介をしてやる。しっかり聞くんだぞ。私は悪の組織バーデモンの誘拐怪人スレザニーだ。戦闘員のヒッタクラーだ。自己紹介も終わったところで、さてさて、ここにいるみんなに聞いてほしいことがあるんだ。私は有名なお菓子屋さんの社長をやっていてね、新作の甘くて美味しいお菓子があるんだが、ぜひ食べに来てほしいんだ。どうだ、一緒についてこないか。邪魔をするな。なんと今ならついてきてくれた子にはお茶でもゲームでも何でも買ってあげるよ。だから一緒に。さっきから誰なんだ。うわあ、ゼロス、なんでここに。気がついた。どこから聞いていた。本日は誘拐日より、本日は誘拐日より。大将、どうしましょう。ネタリーナ様、どうもこうも、ここはゼロスがいると作戦ができない。まずはゼロスをケチョンケチョンにするぞ。あ、やいた。そう、2対1だぞ。なぜ勝てない。2人の息が合ってないからだよ。だと。さあ、スペサリーラに聞いたから観念するんだ。こうなったら何をするつもりだ。今度会った時は必ずお前をケチョンケチョンにしてやるからな。でも逃げないでくださいっす。なんて逃げ足なんだ。ゼロス、大丈夫なの。ああ、大丈夫だよ。アベノは怪我とかしてないかな。してないの。よかった。と、アベノ、僕はさっきの2人を追いかけなくちゃならない。だから今日は気をつけてお家に帰るんだよ。それじゃ、行ってくるね。Thank you.
考えた子供たちをお菓子やおもちゃを使った華麗に誘拐作戦がダメになってしまった。バッチリ浮かれてましたね。だがしかし、もう新しい作戦を思いついたぞ、ひったくら。さすがは連れ去り屋様。ではどのような作戦ですか。アベノを誘拐して人質にし、ゼロスをコテンパン作戦だ。なるほど、これは明暗ですね。よし、ひったくらよ。私は準備をするために一度アジトへ帰る。この間にアベノを見つけておくのだ。あいあいさ。それでは作戦開始だ。よし、アベノを誘拐して人質にし、ゼロスを鉄板作戦だ。頑張るぞ。どこの呼ぶ声が聞こえたんだけどな、はい、気のせいかな。されないためのお約束をしようと思って今日来てたんですけど、実はアベノもね、ちょっとね、誘拐されるかもしれなかったから、ちょっともう先にお家に帰ってもらったんだよ。だからね、2人で、誘拐されないためのお約束をしたいと思うんだけど、アベノ誘拐って知ってる？お、知ってる。じゃあみんな、アベノがね、誘拐について教えてくれるみたいなんで、それをやってもらいたいと思います。アベノどうぞ。はははははは、愉快、それ愉快や。はい、といったことでね、これは違うんですけども、はい、じゃあちゃんとしたことをやってみたいと思います。誘拐っていうのは皆さんね、知らない人に連れて行かれて体をベタベタ触られたり、お家に帰れなかったりね、すごく怖い思いをすることなんだ。だから誘拐されないためによかったら5つお約束を覚えてほしいんだけど、アベノ手伝ってもらっていい？これ。あ、じゃあここで、はい、大丈夫もうちょっと待ってください。この格好がいい。あ、ありがとう。はい、大丈夫です。じゃあ誘拐されないためのお約束をしたいと思います。まず1つ目、1人で遊ばない。1人でお外で遊ばないようにしよう。2つ目、知らない人についていかない。知らない人にね、声をかけられてもついていかないようにしてください。3つ目、連れて行かれそうになったら大きな声で助けてって叫ぶ。4つ目、誰とどこで遊ぶか、いつ帰るかをお家の人に言ってから遊びに行く。最後、5つ目、もしね、お友達が連れて行かれそうになったら、その時は大人の人に知らせる。5つのお約束守れるよっていうお友達は元気よく手を挙げて。あら、あんまり声が聞こえなかったね。アベノよし、もう一度じゃあみんなのお返事聞かせてください。お約束守れるよっていうお友達は元気よく手を挙げて。はーい、
はい、ありがとうございます。アベノアベノもご協力ありがとうございます。あ、やっぱりアベノアベノ、アベノを探そうか、ね、もう一度みんなでね、ここで誘拐の分を約束したいと思うから、みんな僕とアベノアベノでアベノを探していきます。だからちょっとだけ待っててください。それじゃあアベノアベノ行こうか。はい、よし。何だ、カリア、アベノを探すんだ。分かりました。
ないか、ゼロス。まあ、言われてもやめないがな。痛いの。冷たいよ、いい加減に。誘拐なんだ。
それなのに君はついていってしまった。あのまま連れ去られていたらもうお家には帰れなかったかもしれないよ。ごめんなさい。でも大きな声で助けてって叫んでくれた。そのおかげで僕はアベノを助けることができたんだ。ああそうだ、誘拐されないためにお約束をしよう。アベノ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 を見つけた。危なかったよ、誘拐されてた、びっくりした、すごいびっくりした。だからね、アベノにも交えてみんなともう一度誘拐されないためのお勉強をしたいんだけど、アベノアベノ大丈夫かな。よし、じゃあ3人で誘拐されないためのお約束をしましょう。じゃあまたこれをアベノアベノお願いします。はい、はい、じゃあまず1つ目、1人で遊びません。1人で外で遊ばないようにしよう。お約束できるよっていう子は元気よく手を挙げて。はい、ありがとう。2つ目、知らない人についていかない。さっきのスレタリアみたいに知らない人に声をかけられてもついていかないようにしてください。お約束できるよっていう子は元気よく手を挙げて。はい、ね、さっきアベノについていっちゃってたからね、気をつけよう。はい、3つ目、連れて行かれそうになったら大きな声で助けてって叫ぶ。さっきアベノがしてたみたいに助けてって大きな声で叫ぶんだ。お約束できるよっていう子は元気よく手を挙げて。はい、ありがとう。4つ目、誰とどこで遊ぶか、いつ帰るかをお家の人に言ってから遊びに行く。難しいかもしれないけど、今日どこに行くよっていうことをしっかりお家の人に伝えてからお出かけしてください。お約束できるよっていう子は元気よく手を挙げて。はい、ありがとう。最後5つ目、もしね、お友達が連れて行かれそうになったら、その時は大人の人に知らせてください。いつもお約束守れるよっていう子は元気よく手を挙げて。はい、アベノアベノアベノみんながしっかりいつもお約束守ってくれるそうです。またも一緒に安全安心な街アベノから作っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。地球戦士ゼロス、そしてアベーナ